こんにちは、久米です。今日はね、今から、練習に行くんですけど、また昨日ね、柴田さんが動画を上げられてたので、はい、そのことについてちょっとお話ししたいと思います。今日はね、自分の運転で行きます。おー、レッツゴー、レッツゴー。まず、そうだね、昨日柴田さんの動画を今朝見ました。なんか対戦キャンセルしますみたいな、なんかやっぱやめますみたいな感じだったね。確かに正しいよね。柴田さんからするとさ、今度はじゃあ本当の正々堂々やったらさ、リスクしかないわけでしょ。振られましたねでもまあ柴田さんの、ね、立場からするとそれは当然だと思います。柴田さんのさ言ってることもさ、なんかこう一理あって、僕はさまだ本当にね、 MMA の転校してというか試合して全然結果出せてないから、僕としてもちゃんとした人とって言ったらね、柴田さんに失礼かもしれないけど、やっぱ太田選手とねやった時のようなこうちゃんとしたこうファイターの人と試合をするために、やっぱこうね、僕こう K1 のさ、やっぱこう捨ててきてさ、ボクシングとかもやっぱこう、うん、諦めたから、僕の中でも、まあ、確かに柴田さんとやってる場合じゃないなっていうのは、うん、ありましたね。まあ、結果としてね、その柴田さんには振られてしまいましたけど、逆にこう僕がね、格闘家としてね、やるべきことが分かったっていうかさ、柴田さんもおそらくその再生数がさ多分この落ちてきてるから、ね、大晦日のってやっぱすごい試合関係ってやっぱこうすごいさ、なんかこう材料になるっていうかさ、やっぱこう株価もそうなんだけどさ、人間ってこう定期的にさ、こう IR を打たなきゃいけないっていうか、自分のね、その株価っていうのを保ってなきゃいけないんだよね。まあ、自分自身を企業と捉えるのであればね。柴田さんは今まさにまあそれを、材料をいろいろ出してると。そう、まあ多分僕と試合もう一回やりますって言って注目を煽るっていうかさ、あれしたいと思うんだけど、で思ったより多分数字が伸びなかったっていうのがあって、多分僕との試合もうそのリスクに見合った対価はないんじゃないかなって思ったんだと思う。柴田さんもね、やっぱご家族いらっしゃるし、 YouTube というさ一つのさ制御で生きてるわけじゃない。お肉も売られてるみたいだけどさ、柴田さんがどれだけさ貯金してるとかわからないんだけど、まあ、そこに対してのやっぱり不安は感じることはないと思う。で柴田さんはさ、僕が講師してる久保優太株塾をさめちゃディスってるけどさそういう風にね、ちゃんとその資産形成っていうのをね、やっぱりしっかり、やることによって柴田さんも安定するんじゃないかな。やっぱりこう YouTube だけで一本でってなると、僕とかやっぱ格闘家の人ってさ、収入の柱ってさ格闘家でもいくつもあるんだよね。本当に試合、純粋な試合のファイトマネーだったり、スポンサーさんのスポンサー収入だったり、メディア出演のお金だったり、まあこれもそうじゃん、一種の YouTube っていうね広告が入って、それがその売り上げになるわけでしょ。そういった形でさ、まあ、格闘家っていうのもさ、やっぱいくつも収入の柱があって、それでね成り立ってるんだけど、柴田さんもさ、なんかスポンサーさんねいるのかわからないよ。でもさ、試合のあの見る限りさ、その広告が入ってなかったじゃん。その点やっぱりこう、僕とかはやっぱ大晦日で大変な騒ぎをなんか起こしてしまったにもかかわらず、やっぱ未だにこうスポンサーさんに応援してもらえるというかさ、変わらず応援してくださるっていう風に言ってくださって応援してくれてるから、すごいなんかありがたいなって感じますね。うん、そうだから、柴田さんも多分そういう風にやっていろいろね、なんか材料というかネタを、うん、探されてるんだと思う。まあ、僕も今ほら LINE をさ、携帯壊しちゃってあれだけど、もう連絡取ることもないけどさ、まあ、いずれね、まあ、試合とかするときっていうか、うん、そういうことがあったときには、まあ、僕もね、うん、もう連絡取ることもないけど、全力でね、そういうときはあったら、うん、やれたらいいなっていうのは思ってるけど、まあ、まずは本当に目の前のこと、一日一日をね、こう大事にして、本当にこう練習たくさんして、どんなルールでもオファーを、うん、受けて、目の前の一個一個クリアして頑張っていこうかなって思います。そんな感じで今日も頑張ります。